ピケはフランスを発祥地とする二人向けの歴史的なトリックテイキングゲームである。切り札がなく手役のあるプレーントリックゲームに属する。32枚のトランプを使い、12枚の手札を使って行うゲームで、32枚一組のトランプをピケデックというのはこのゲームに由来する。現在はピケそのものは廃れてしまったが、 ピケの影響を受けた32枚のカードを使って行うゲームは今でもヨーロッパ各地で行われている。ピケの名前はラブレーのガルガンチュは物語のゲームのリストの中にピケイとして見えるのが初出であるがこれが後世のピケと同じルールであったかどうかは明らかでない。十七世紀にはカード数が十六枚である以外は現在とほぼ 同様のルールになっていた。フランスだけでなく、イギリスやドイツなどでも盛んに行われていた。18世紀初めのイギリスでピケはオンブルと並ぶ流行のゲームであった。数世紀にわたって代表的な二人向けのトランプゲームであり続けたが、1920年代以降は衰退に向かった。ピケの後ろ身といえるゲームにはベジークがある。ピノクルはベジクの後ろであるが、 ポイントトリックゲームに変化している。ピケという名前の由来はよくわかっていない。フランス語ではピケと発音し、最後の t は発音しない。英語では t を発音することも、フランス語風にパイ k と発音することもある。ピケのルールは時代と地方により差があるが、ここでは古典的なルールを説明し、19世紀後半以降に主流になった。 ルビコンビケについてはバリエーションとして講述する。二人で競技し、通常のトランプから2.3、4.56を抜いた32枚のカードを使用する。カードの強弱は通常と同様にとなる。二人はまずカードを1枚ずつ抜いて少ない方が最初のディーラーになる。以降のプレイでは交代にディーラーになる。ディーラーは自分と相手にそれぞれ12枚の手札を配る。 残った8枚は、山札として、テーブル上に伏せておく。主札の交換、手役の宣言、最初のトリックのリードはいずれもディーラーでない側が先に行う。この記事では、便宜上ディーラーを、親、ディーラーでない側を子と呼ぶ。配られたカードの中に、絵札が1枚もないときカルトブランシュを宣言することにより、十点が得られる。カルトブランシュは主札を交換する前に、 宣言しなければならない。宣言する時には主札を相手に一瞬だけ見せてすぐに元に戻す。子から順に手札の中の不要なカードを捨てて8枚の山札から代わりのカードを補充することができる。子は最大5枚を交換できる。親は子が交換した残りの数まで交換できる。両者が交換を終了した後にまだ余った山札がある場合、 親はその山札を表にして両者に見せることができるし、裏返しにしたままにすることもできる。次に、手役がある場合はそれを宣言する。ピケの手役の宣言の仕方は、風変わりでカードを見せることはせず、以下の手順によって行う。子が手役を構成する枚数を宣言する親は、自分がそれより短い手役しかない場合、よし、同じ長さの手役を、 自分も持っているときは同じ、自分の方が長いときはもっとという。英語ではそれぞれグッドイコールノットグッドという。親が同じといったときは、コア手役を構成するカードの最大のランクを宣言する親は再びよし、同じ、もっとのいずれかを言う。より良い手役を持っている側のみが得点を得られる。 親と子の手役の良さが等しい場合はどちらも得点を得ない。手役の種類には以下の3種類があり、この順に宣言を行う。点。もっとも枚数の多い数との枚数を比較する。枚数が同じ時は、その中の最大のカードを比較する。カードは A が11点、F らが10点、それ以外はそのカードのランクを宣言する。比較に勝った側が1枚あたり1点を得る。 シーケンス。同じスートで、ランクの連続した3枚以上のカード。最大の長さを比較する。枚数が同じときは、その中の最大のカードのランクを比較する。比較に勝った側は、3枚なら3.4枚なら4.5枚以上は、枚数プラス10点を得る。シーケンスを2つ以上持っている場合、勝った側は、すべてのシーケンスについて、同様に計算する。三枚。 または4枚の同一ランクのカード、枚数と等しければランクを比較する。比較に勝った側は3枚なら3点、4枚なら14点を得る。これも複数あったらそのすべてについて同様に計算する。プレイは切り札のない通常のトリックテイキングゲームに従う。マストフォロールールが存在する。最初のトリックは子がリードする。トリックに勝っただけでは 点数は得られず、10以上のランクのカードを使用する必要がある。どちらかの得点が100点以上になったら、そこでゲームが終了し、得点の多い側が1勝を上げたことになる。ただし、負けた側の点数が50点未満ならば、2勝を上げたことになる。先に参照した側が最終的な勝利者となる。十九世紀後半からルビコンというルールが主流になり、 単に、ピケといえばこのルールを指すようになった。基本的なルールは、通常のピケと同じだが、100点選手ではなく、6回のプレーで点数が高い側の勝ちとする。この時、負けた側の点数が100点以上ならば、負けた側は、両者の得点の差プラス100点を支払う。しかし負けた側の点数が100点未満なら、負けた側は、 両者の得点のはプラス100点を支払わなければならない。負けた側が100点以上になることが運命の分かれ道であり、これをルビコン側を渡ると表現した。ルビコンピケは他にもいくつか古典ルールとの違いがある。主な違いは以下の通り、モリエールの劇、旗迷惑な人たちの第二幕、第二話はピケで大失敗したプレーを詳細に記している。 当時のルールでは36枚のカードを使っており、6がある。それ以外は上に記した古典的ルールと大差ない。アルシップとサンブーバンの試合で、アルシップは相手にピークを食らわない限り勝てる状況にあった。その時のプレイは、アルシップが親で、最初の手札はかなりよく、以下のようなものだった。アルシップは、主殺交換の時に、ダイヤとスペードの4枚を捨てて、9を得た。 ところが、敵は、アルシップが捨てた、以外のすべてのダイヤを持っており、長いダイヤのリードにアルシップは全く勝つことが、できなかった。次に、敵はスペードを4枚持っており、スペードを捨ててしまったアルシップには同じく、対抗できなかった。アルシップは、最後の A に期待して、ハートを捨てていったが、最後のリードで敵が出したのはあろうことか6であり、結局1トリックも取れずに、 カポが成立したためアルシップは負けてしまった。手役については書かれていないが、状況から、敵は7枚のダイヤで7点を得、また J-10-9-8-7-6 の6枚のシーケンスで16点を得たと思われる。プレイそのものによって得られる点数は10以上の、リードによって3から6点のいずれかになっていたはずで、最後のトリックにハートを残しておきさえすれば、 全部足しても30に達することはないはずだった。ありがとうございます。